トーナメント優勝ジャリットダイヤリーラウンド1ゴー判定の結果をお伝えします。ジャッジ大森敏則30対28、青信林。ジャッジ島光雄30対28、青信林。以上の結果をもちまして信林選手の判定勝ちです。188センチ、約 3.0kg。 和光世界名界スーパーヘビー級王者、ハングレート。赤コーナー183センチ、約 9.0kg。 IFK 世界キックボクシングスーパーヘビー級王者、Second round. Round one. Go.186センチ、113.8kg。K1 プレース99トーナメント準優勝ドリドーダンダン。Segundo. Round one. Go.判定の結果をお伝えします。ジャッジ大森敏典29対29ドロー。ジャッジ島光雄29対28青ミルコ・クロコップ。ジャッジ田畑康夫29対29ドロー。以上の結果をもちまして両者引き分けにより延長戦に入ります。エクストララウンドゴー。の結果をお伝えします。ジャッジ大森敏典10対9赤ニコラス・ペタス。ジャッジ島光雄10対9赤ニコラス・ペタス。以上の結果をもちましてニコラス・ペタス選手の判定勝ちです。王者アニー・エディ赤コーナー 190cm 119.4kg A1 グランプリ95準優勝ジェロム・レー・バンナーSecond round. Round one. Go. Second round. Round one. Go. キログラム K1 グランプリ94、95、98王者伊沢拓司。赤コーナー 186cm、106.4kg 第7回全世界空手道選手権大会王者フランシスコ・キーロ。の結果をお伝えします。ジャッジ大森義則29対29、ドロー。ジャッジ島光雄29対29、ドロー。以上の結果をもちまして両者引き分けにより延長戦に入ります。エクストララウンド選の結果をお伝えします。ジャッジ大森敏則10対9、青信林。ジャッジ島光雄10対9、青信林。以上の結果をもちまして信林選手の判定勝ちです。Muchas gracias. 第2回スーパーヘビー級王者ハングレーコー、赤コーナー 180cm99.1kg 95ヨーロッパ空手道選手権大会王者ニコラス・ヘタース。の結果をお伝えします。ジャッジ大森利典29対29ドロー。ジャッジ島光雄30対29青ジェリーニール。ジャッジ田畑薬郎30対29青ジェリーニール。以上の結果をもちましてジェリーニール選手の判定勝ちです。定の結果をお伝えします。ジャッジ大森敏則29対28赤野津林、ジャッジ島光雄28対28ドロー、second round. の結果をお伝えします。ジャッジ大森俊典29対29ドロー。ジャッジ島光雄29対29ドロー。以上の結果をもちまして両者引き分けにより延長戦に入ります。エクストララウンドの結果をお伝えします。ジャッジ大森俊典10対9青天田博美。ジャッジ島光雄10対9青天田博美。以上の結果をもちまして天田博美選手の判定勝ちです。定の結果をお伝えします。ジャッジ大森星典、30対26、青武蔵。ジャッジ島光雄、30対26、青武蔵。以上の結果をもちまして武蔵選手の判定勝ちです。の結果をお伝えします。ジャッジ大森敏則29対29、ドロー。ジャッジ島光雄29対29、ドロー。以上の結果をもちまして両者引き分けにより延長戦に入ります。エクストララウンド。の結果をお伝えします。ジャッジ大森敏則10対10、ドロー。ジャッジ島光雄10対9、青リアセレット。ジャッジ田畑康夫10対10、ドロー。以上の結果をもちまして両者引き分けにより延長戦に入ります。エクストララウンド。Second round, round one, go! 定の結果をお伝えします。ジャッジ大森俊典30対29、青浜田博美。ジャッジ島光夫30対29、青浜田博美。以上の結果をもちまして浜田博美選手の判定勝ちです。の結果をお伝えします。ジャッジ大森敏則30対26、青ピーター・アーク。ジャッジ島光雄30対25、青ピーター・アーク。以上の結果をもちましてピーター・アーク選手の判定勝ちです。Segundo.判定の結果をお伝えします。ジャッジ大森おしのり30対27青ミルコ・クロコップ、ジャッジ島光雄30対27青ミルコ・クロコップ。以上の結果をもちましてミルコ・クロコップ選手の判定勝ちです。定の結果をお伝えします。ジャッジ大森星典、30対28、赤ベロブレバンナ。ジャッジ島光雄、30対28、赤ベロブレバンナ。以上の結果をもちまして、ベロブレバンナ選手の判定勝ちです。結果をもちましてミルコ・クロコップ選手の判定勝ちです。180cm96.9 キログラム A1 グランプリ96王者アンディ・クー。赤コーナー 190cm97.0 キログラム A1 ブレーブス99トーナメント優勝ジャビット・ダイナミ。定の結果をお伝えします。ジャッジ大森星典、29対28、赤アーティスシューター。ジャッジ島光雄、29対27、赤アーティスシューター。以上の結果をもちまして、アーティスシューター選手の判定勝ちです。Mundo.